皆さん、ご視聴いつもありがとうございます。キミショーです。今日はね、ドローンです。なんで急にドローンって話なんですけれども、新設のドローンスクールを紹介してもらいました。紹介モードはこの間のシャワートレッキング動画でもおなじみアリバードアドベンチャーさんです。一緒に焚き火囲みながらスクールの校長にね、ドローンって面白そうですね、でも難しいんでしょうかね、ねーって長々と話振ってましたら、じゃあやってみっかいと誘ってもらいました。今日はモニター体験です。 YouTube 撮らせてくれるそうですよ。ありがたいですね。そんなわけで向かってますのはドローンスクールソラリスさん。撮影時はプレイオープン的な感じだったんですけれども、今現在2022年の6月正式オープンなさったようです。概要欄に公式ウェブページ、インスタとか貼ってますんで、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。なお、かっこいいドローン映像だけ見たいよって方はね、校長が受講生撮ってくれたかっけえ映像もありますんで、目次で飛ばしてご覧くださいませ。で、謎の塔を魔理沙されつも、鹿沼市の美しい地域、かつての西尾橋小学校、現在の西尾橋コミュニティセンターに到着です。よろしくお願いします。 Google マップに案内させたら、ぐるっと後ろ回れって言われて、意味がわからないところ、こうですよね、普通にね。そうですね、普通にスッてきて、その赤い橋を、赤い橋の目印にして、ここにスッてくればいい。そう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 。ちょっとじゃあ、それご案内も取っときます。そりゃそうだよなって感じなんですけど、皆さんご覧ください、あそこの赤い橋、あれですか、今ね、ちょっと今、タイムラプス、ちょっとわかるかな、ぐるっとなんか、後ろを回されちゃったんですけど、普通にあの赤い橋を目印にして、こちら、この看板が目印ですね、このソラリス指導って書いてある、ドローンスクール、ソラリスさん。こちらに本日の目的地ですね、昔の鹿沼市の西大橋小学校のところですね。あ、今更ですけれども、キミショーでございます。毎度お世話になっております。今日はね、ドローンを教えてくれるということで遊びに来させてもらいました。あ、撮ってもいいですよね。よろしくお願いします。校長です。よろしくお願いします。ちょっとがっつり昔の西大橋小学校がこういう風になっているんですね。ありがとうございます。いや、いい雰囲気ですね。ね、そう、本当もの学校なんで。じゃあ失礼します。こんにちは。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。じゃあ失礼します。しみじ楽しい栃木の動画。雑談しながら。あの午前中座学なんでちょっと眠くなっちゃうんで。はい。はい、気楽な感じでやってもらえればなと。じゃあ早速なんですけど、今日の1日の流れなんですが、1日目、午前中、9時から、まあ、大体お昼ぐらいまで座学させてもらって、で12時から1時まで1時間ほど休憩取った後、午後、1時から15時ぐらいまで、実技、ドローンの操縦方法だったりとか、いろいろ、やっていきたいと思います。で2日目なんですけど、明日、朝来ていただいて眠くなる前に、ちょっと復習をして、学科テストを、させていただいた後、そこからもうまた練習をしてもらって、でお昼を取っていただいて、大体15時ぐらいから、実技のテストをさせていただこうかと思っているので。めちゃめちゃ動揺して変なカメラの動きをしてしまいました。座学3時間たっぷり、なかなか厳しいものがありましたが、なんとか乗り切りました。法律とかマナーとかね、仕組みとかそういうことですね、学んでしっかり安全にドローン飛ばせるっていう、そういうちょっとした橋がかり、足がかりになりましたね。で3時間経ちました。ぜひ出してください。おお、すげえ。そう、けんちゃんの手作り、大工さんだから。おお、さすが本職。これはあれですか、ドローンスクールに来るとこういう、こういうパッケージで、ランチと飲み物は別より大きい。え、ご飯別？ご飯ご飯。え、すごいいドローンスクール。
やば。疲れた頭にしみる山の家の弁当でございました。おお、かっこいい。もうちょっと4m。皆さんご覧ください。あちらドローンが旋回しています。めちゃくちゃ難しいですあれ。最近のカヌマのアクティビティが充実しすぎなのでは。ね、ね、なんか遊ぶもんがたくさんあるねカヌマ。みっちゃんなんか小学校が後ろにあってなんかいい雰囲気だよ。面白い。ドローンを飛ばす人とドローンを飛ばす人。シューでシュありがとうございました。ちょうど5時なんで予定通りありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。視聴者さんこれで1日目終了だそうです。めちゃめちゃ疲れましたけど楽しかったです。またこの後は2日目の映像に続きます。よろしくお願いします。水増えてるかもしれない。雨降ってるもんね。綺麗だね。うん、綺麗綺麗。はい、2日目です。皆さんおはようございます。2日目です。2日目の西大橋、雨です。今日は外講習は無理ですね。なんか中の体育館でやるらしいです実技は。まあとりあえず座学です。おはようございます。本日もよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。10時20分試験終わりました。めちゃめちゃ手間をかけてしまいましたがなんとか合格できました。はぁ、疲れたね。じゃあ次実技です。力いっぱい二次章って書いてある。すげえ。体育館久しぶりに来たよ。体育館大学校の体育館ってこんな感じだったんだね。なんか年食ってから見ると新鮮。あーなんかこんな感じか。今からこちらで練習してドローンの試験。雨だからね外でできませんので中でやるみたいですよ。重厚感のある。お、ありがとう。また
お元気で。お疲れでした。またなんかの時に。ぜひぜひお願いします。出させていただきます。お魚。魚。回して回して。ありがとうございます。はい、醤油ソース、はい、ありがとうございます。ソース何ですか？何やら大足川よっデデン、すごね。お、ケンちゃん今日豪華だな、うんうん、いやいや、昨日も豪華。はい、どうぞ、白飯。すいません、ありがとうございます。なくても成立するぐらいの量が入ってる、ね、豪華すぎるっていうね。いただきます。そんなわけで2日目のお昼ご飯です。本日も山の家のお弁当、丁寧なお料理がいろいろ詰まっています。大足川のお魚のフライだってさ、身の色がピンクだったからマースとかそっち系だと思われます。お肉も野菜もたっぷり入ってご飯も大盛り、大満足です。山の家マジで地に足がついた美味しさ、激うま実家飯みたいな感じなので、落ち着いている中年は予約をして初夏堂弁当をお願いいたしましょう。やんちゃな中年はデカ盛りも食べてみてください。美味しかったです。そういう動画も上がっております、概要欄からどうぞ。ではごちそうさまでした。お昼をいただきまして、もうすぐ1時になるところです。こちらの体育館にまた向かいまして、午後は試験、ちょっと練習させてもらえるのかな、で試験を受けて実技をやって大体終わりなのかな、まあ、とりあえず試験合格を目指して頑張ろうと思います。ああ、よかったよかった。ドット皆さんくれた。ありがとうございます。それで実技の方も一応終了となります。はい、ありがとうございます。びっくりしました。ああ、よかったよかった。よっしゃ、ご視聴の皆様、全員合格です。よかったね。大変だった。みっちゃんも合格しました。よかったね。3回、私だけ3回だった。でも厳しめの採点だって、よかったね。なんか満足感があるね、みっちゃん。よかったよかった。皆さん本当に校長先生にお世話になりまして、すげえ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。半田さんもありがとうございます。一緒に卒業しました。ありがとうございます。いやー。おかげさまで買っちゃいましたからね、ドローンね。買っちゃいましたね。本当に速攻でしたね。はい、本当にドローン楽しいですね。皆さんも楽しいドローンを覚えにここに来てみましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。ということで帰ります。超楽しいので皆さん来てみてください。よろしくお願いします。じゃあまた。動画内の私も申しておりましたが、ドローンって超楽しいですよ。でもね、興味持ってみてもあんまりにも知らないことがたくさんありますんで、不安もいろいろ出てきちゃいますよね。まずはソラリスさんのインスタとかフォローから始めてみて、せっかくの好奇心伸ばしてやってみてはいかがでございましょう。最近カルマの西大足方面が超暑いですね。ドローンにシャワートレッキング、古民家系美味しいもの屋さんにコーヒー屋さん、カレー屋さん、いろいろありますよ。夏にカルマの奥側、目的地の一つにいかがでしょうか。じゃあマジで以上です。ご視聴ありがとうございました。他にも栃木の動画いろいろ上げております。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお目にかかりましょう。またねー。